この間には告知しましょうか、なんか告知。告知の時ないんですけど、クロちゃんいます？クロちゃんいます？クロちゃん告知の紙とかあります？後ろに貼ってあるのかな。あ、告知しまーす。はい、じゃあどうぞ。イエーイ、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 テンション高い、いい感じ。後ろに貼ってあるんですけど、4月11日火曜日深夜、ここで、スイートルームの48回目やります。年齢制限なしのソロと 3on3、 ジャッジがビーガルエンジさん、アシュから天然くん、麦チョッから重田総司、盛り上がそうだ、盛り上がそうだ、エンドに突入しました。よろしくお願いします。4月16日の日曜日デイタイムに、18歳以下のソロバトルと、オープン部門のソロバトル、やります。ジャッジがワッパーさん、ムギのポコハルさん、ビーボイ純喜、ハッパライゼン、なのでぜひぜひお願いしますということで、プラス最後にもう一個、オールドスクールナイトとかぶったんですけど、5月4日、ゴールデンウィーク、ここエクマンでスイートドリーム新刊イベントになりますので、チャラチャラしたい人は来てください。いやー、お願いします。おいしょー。さあ、みんな深夜でテンションというか頭落ちちゃってますね。テンション、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 いいですね、学生はちょっとバカっぽい感じというか、こないだね、結構殺伐とポップサイド殺伐としてたからね、なんかこういうノリノリな感じがいいですね。でコップはもう無理、かっこよかったですよね。そうでした、かっこよかったんですけど、こういうバカな人がいるとやっぱイベントが楽しくなる。そうでした、ありがとう、ありがとう、オブリガード、ありがとう、オブリガード、オブリガード、わかります、ブラジル語でありがとうですよ、ボルトマルコだ、はい、ありがとう、ありがとう、あれあれ。さあ、ジャッジの中で戻ってきたところで始めていきたいと思います。いきましょう、まずレスタート。
横浜市立大学、OK です。さあ、カナダ動物園 VS アン